どうも、キスケです。ということで、ドラゴンボールレジェンズ公式 Twitter より、いや、公式 X より、新たな新キャラのヒント画像が、出ましたね。はい。これなんだと？何これ？全くもってわかんないですね。はい。まあ、画像を見た感じだと、太陽と月ですよね。これチェンジなのかな。タッグキャラクターによくついてる矢印と色も全く一緒やし、まあ形も一緒っすよね。だからおそらくタッグキャラクターなのかなっていう感じはするんですけど、まあ次の水曜に来るキャラクターなのかな。でまあこれを見た瞬間、まあ何を思ったのかっていうと、太陽と月、まあフリーザ編なのは間違いないんですよね。ここにハッシュタグついてるんで。だからなんかおったっけって思ったんすよ。で一番最初に予想できたのは太陽圏の太陽で大猿化の月ということで、クリリン&ゴハンが、まあ、実装するのかなっていう感じかな。多分一番可能性高いよね、タッグやし。まあこれが、おそらく一番可能性が高い新キャラクターになるのかなって思います。ただね、まあ次の新キャラクターっておそらくあのリミテッドかウルトラなんですよ。でウルトラはないって言ってたけど、まあこの運営なんで分かんないですよね、正直。でまあクリリン&ゴハンがリミテッドウルトラの核なのかって言われるとなくない？ないよね。好きっすよ、僕クリリンも好きやし、まあご飯も好きなんやけど、リミテッドウルトラの核じゃないよなってなるんすよ。じゃあ他のキャラクターもいるよねっていうことで、まあ他のキャラクターを予想するのであれば、もう一個思ったのが、まあもう二個思ったんやけど、あのこれが元気玉で、こっちが水面に映る元気玉みたいなということで、はい、このシーンですよね。元気玉悟空が来てもいいんじゃないかなって思うんだよな。ワンチャン悪くない？ないかな。元気玉悟空ってさ、1体しかいなくない？あの無料でゲットできる。それはあまりにももったいないシーンだと思うし、結構いい感じになんかモーションとかも作れそうやし、この姿の悟空ってやっぱかっこいいやん。なんか青い服にズボンみたいな。この姿結構俺好きなんで、ここの元気玉悟空が実装されてもいいんじゃないかなって思うんだよな。なんだあれはつってフリーザがなんか水に映るね、この水に映る元気玉を見て、空を見たら元気玉があったみたいな、そういう画像に、まあ、見えなくもないかな。じゃあこの矢印なんやねんって言われたら知りません。じゃあこの矢印なんですかって聞かれたら知りませんと、はい、いう形になるんですが、じゃあ他、このチェンジじゃないと、これは、あの昼から夜になるんですよっていう矢印だった場合、その場合ナメック星が夜になったタイミングっていうのがあるんですよね。 いつか分かります？皆さん、そうポルンガです。デンデが、まあ、プピリとパロ、ボルンガを出して、まあ、夜になるわけですよ。だから、ここも関係してたら面白いよね。ただな、一応ね、いや、でも、デンデが新キャラ？泣くね？いや、どうかな。でも、最近だとね、なんか、マゼンタでセルマックスとかさ、タピオンでヒルデガーンとかさ、なんか倒されてから何かやるみたいなキャラクターも増えてきてるんで、まあ、そういうキャラクターとしてポルンガを出すっていうのも、まあ、なくはないのかなって思うんだよな。だからデンデがそのドラゴンボール7つ集めたら、なんかポルンガが出てきて確定ライジングになるみたいな、確定ヒットライジングになるみたいな、そういうのやったら結構面白いよね。性能としては確定ヒットやけど、デンデ自体の戦闘力があんまりないから結構簡単に倒せるよみたい なんかそういう調整してくれれば結構面白いかなとは思うんですけど、まあないかな、どうかな。まあ正直これだと思うんですよ。クリリンご飯だとは思うんですよ。ただ
こいつだけじゃないと思うんですよね。この画像で表してるのはおそらくクリリン&ゴハンなんですけど、まあそれは予想やけどね。なんですけど、こいつにリミテッドとウルトラの格はないと。じゃあお目当てのキャラクターは何になってくんのかって聞かれると、俺はやっぱ元気玉悟空、これを推したいなって思いますかね。まあそれかサン&ムーンですね。はい、ポケットモンスターサン&ムーン、これ以上当てはまるもんはないっすよ正直。まあそれはちょっと置いといて、まあでもな、どうかな。まあツイートのね、リプランとか見てみても、まあご飯&クリリン、まあ、それか、ポルンガ、その辺が結構なんか予想としては多かったんですけど、僕は元気玉悟空を押したいなって思います。失礼。ただまあここで一つ確定してしまいました。フリーザは来ない。フリーザは来ないね、これ。いやマジか。フリーザ編のキャンペーンが始まる前、俺ウッキウキしとったのに、ウルトラフリーザ、まあ、ないしはリミテッドのフリーザ来るぞっつってウキウキしとったのに、こうへんか。まあフルパワーフリーザがね、前回覚醒したタイミングでんとは思ったけど、まさか来ないとは思わなかったね。フリーザ編のキャンペーンでフリーザが、ちょっとおかしいよね。前のブー編キャンペーンやったら最後がまあブー編にちなんでウルトラブーが実装されたんでね、まあその流れでウルトラフリーザ来るのかなと思ったんですが、この流れだと来ないな。で多分次の新キャラクターで終わりなんじゃない、フリーザ編キャンペーンは。まあ新キャラ2体ですよね。 2体っていうか新ガシャが2回、追加されて、まあそのキャンペーンが終わるっていう形なんで、だからウルトラじゃないんですね。まあ有言実行って感じか、都市からすると。だからまあリミテッドですわ。でクリリン&ゴハン、どういう性能になるのかちょっと分からんけど、タッグキャラクター出しすぎじゃねって思うんだよな。多いよね、何回出すねんと。悟空フリーザーで、ギニュー特戦隊、リクーム&グルド、ジース&バーターで、またクリリン&ゴハン、まあ、分かりやすく強くはあるんやけど、もうちょいなんか考えて作ってほしいなとは思うんだよな。まあでも大した性能にはならないでしょうね、おそらく。なんかこっち、このヒント画像とは別のキャラクターがとんでもない性能をしてるみたいな、そういう可能性が結構高いのかなって思います。はい、まあ、個人的には元気玉悟空来てほしいなっていう。まあ面白そうなのはポルンガですけど、まあないでしょうかね。まあそれか、まあ、サン&ムーン、この辺になってくるのかなとは思います。はい、まあ皆さんの予想をちょっと聞かせてください。元気玉悟空これなさそうっすか。どうですか、まあ、聞かせてください。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。